はい、久保さん、こんにちは。覆面 YouTuber、タカです。気になる男、第50話ですね。第50話。第50話。人生をど真ん中ぶち抜くのみというね、タイトルつけてみたんですけど、まあ早速行ってみようかなと思うんですけれども、まあここですね、ロスジェネ世代。自己選択はできない。ロスジェネ世代を運と悪いというなかれ。というところで前回、第49話ですかね。第49話、作っていただいたんですけど、スライドの方。まあ、自分のカードも自分のチップも自分の意思では使えない時代があったというところから始まってたんですけど、まあ、ロスジェネ世代、ロスジェネ世代。ロスジェネ世代って何なんだろうと急にふと思ったりして、よく使ってるなぁと思ってたんですけど、なんかこれに引っかかっちゃって、これに引っかかっちゃってですね。そしたらロスジェネって何かなって急に自分がロスジェネって聞いてパッと思いついたのはやっぱこれなんですよね。マイケイドさんの本のロスジェネの逆襲っていう本を読ん、まあ、前昔読んで、ああ、これってロスジェネっていう言葉を知った気がしてて、まあ、本当に有名なとこなのはこの半沢直樹ですよね。まあ自分ドラマほとんど見てないんでわかんないんですけど、まあ、さっきちょっとこのネタを撮っていった時にすごい顔して、ねえ、倍返しだって叫んでましたけど、まあすごい顔してましたね。まあともかくこのロスジェネっていうキーワードが引っかかっちゃってですね、全然前に進めなくて、前に。ロスジェネって何なんだろうって改めてちょっともう調べてみたら、まあここですよね。バブル崩壊期の、就職難に就活したロスジェネ世代と、もうロストジェネレーション失われた世代っていうところ、まあみんな知ってたら別にあれなんですけどね。こんな知ってるよって言われればそうなんですけど、このバブル崩壊によって、この就職活動が非常に困難だった時代を生き抜いた時代と言えますと。で、1970年、84年生まれあたりがロスジェネ世代ですと言って、自分が1982年生まれ。で、久保さんがもうすぐ誕生日が来て50歳になると言ってたんで、自分の10個上になるので、72年かな？ 72 年のロスジェネ。まあ本当にロスジェネ。ど真ん中っていうところなんじゃないかなと思ってて、もう本当にこの就職難が激しかったっていうのは本当にもう厳しかった、本当に厳しいのを覚えてますね、マジで。っていうのはすごく覚えてるなと思ってて、もっとさらにちょっと調べていったんですけど、まあ、ロスジェネ世代ですよね。バブル崩壊後の受難時代、第2次ベビーブーム、71年か74年生まれっていうこと、ここが、もろ久保さんが72年と勝手に想定してますけど、ここに当たってるんじゃないかなと思ってて。で、自分は82年で本当に最後の、末期の末期なんですよね。一番最後に当たってるんで、っていうところで。まあ、それでも就職は本当に難しい時代でしたね。なかなかみんな決まらないっていう時代だったところがあって。まあ、その上の世代がこのバブル世代。まあ、その下の世代はゆとり世代っていうところがあるのかなと。まあ、キャリーパムパムとかね。言えてないっていう。上は福山とかかな？あまりちょっとわかんないんですけどね。はい、っていうところがありましたよと。で、まあこういうね、サムネを見ると、やっぱ氷河期時代の人生、ハードモードすぎっつっても、オウム真理教、リーマンショック、受験戦争、バブル崩壊、長期デフレ、消費税導入、失われた10年。まあ、これがロストジェネレーションっていう言葉になったのかなと思うんですけどね。9.11テロ、統一教会もでっていうね、格差社会って、もう、こうやっていろいろ並べたら、なんかいろいろむちゃむちゃあったんだなと思ったりもする。これだけじゃないんでしょうけどね。で、さらにまあもうちょっと詳しく見てて、まあ、ここですね。1982年まではやっぱりロストジェネレーションって言われて、まあ、バブル崩壊が終わって、ちょうどこれを体験した阪神・淡路大震災とか。で、自分はなんかね、この後がプレッシャー世代って呼ばれてるらしくって、まあ、ここもいろいろ言い方があるんですけど、まあ、さっきのこの表を見てみるとですね、この1982年か。こ
この後5年間ってないんですよね。この82年から87年ってないっていう、ここが、ゆとり世代まで、ここがないっていうね、ところがあって、なんでないんだろうって、ちょうどだから自分がここ82年生まれて、83年の人と一緒にね、が同じ学年なんで、ないと思ったらこのプレッシャー世代っていうところがあって、あ、なるほど、そう呼ばれてるのかと、まあ、呼び方いろいろなんですけどね。まあ、その後にこう、ゆとり世代とか、悟り世代とかいうところに行っていく。もうこれ初めて知ったんですけどね、今調べてて。まあ、その上がこうバブル世代ですよね。バブル世代はなんとなく自分も知ってたんですけどね。さらにちょっともうちょっと深く行くんですけど、もうこの80年から、これが自分の、まさにこれは自分の世代なんですけどね。この、ここが、ロストジェネレーション。まあ、要は、久保さんがもろ生きてた時代。自分は82年なんで、もうちょっとこの後なんですよね。この後なんで、ロストジェネレーション世代のちょっとここ。で、ここはもうプレッシャー世代って言われたとこ、どういうことかなと思ってたら、もう、ほんと昭和末期、確かに昭和末期で生きてて、でも小学校、多分ね、小学校の時にバブル崩壊起きたんですよ。なんか、騒いでたのは覚えてますね。うわーっつって。で、バブル崩壊こう起きてて、それでこの、阪神大震、淡路大震災、これ小5の時起きたんですよ、小5の時に自分が。小5か小6だったかなぁ。ともかくあの橋がバターンって、高速道路かあの上のがバターンって倒れてる、すごいシーンがあって。でも大学卒業はもう超氷河、もう全然ね、本当に就職がないっていう、マジやばいみたいな感じ。もうどこでもいいから、はい、入れてもらえればラッキーみたいな感じだったんで、結構大変だったなーっていう。だからこそやっぱりこのもう、リスクがね、本当に、生きる自体がこうリスクみたいな感じだったんで、まあ、このミニマムライフっていうところになっていくし、まあ、派遣っていう言い方が、ちょっといまいち分かってなかったんですけど、その頃はね。そうすると、正社員になれないっていうのは、なれないんじゃないっていうのはすごくあって、やばいっていうのが、まあ、あった自分がそういう時代を生き抜いたなと思ってて。で、これすごいね、わかりやすい絵があって、まあ今のちょうど自分の時代。まあ例えば自分がまあここ、ロスジェネ世代の一番下っ端みたいな感じ。で、さらに上がこのバブル世代。確かにこういう人たちと、になんとか、こう、うまいこと取り入ってなんかやってたような気がしますけどね、ここら辺のね。ちょっとまあ頭固いって言うわけじゃないけど、こう、なんかうまく融通が効かない人たちと一生懸命やってやりとりして、で、その下に、まあ本当にこれがまさにこんな感じですね。ゆとり世代。一個下の、ちょっと一つ下の世代は本当に、ね、こう、ほんわかっていうけど、そんなね、あんまり怒っても、なんか、あんまりそう、真剣に受け止めてくれないっていうか、大丈夫ですよ、みたいな感じの人たちがいっぱいいて。で、さらに、自分が辞める頃の新人見てたら、もう本当にね、もう、なんか真面目に仕事してるんだけど、パッと帰るみたいな、なんか、もうかなり割り切った感じの人たちがいて、なんか全然なんかも違うなーっていうのを感じてましたね。まあ今皆さん会社員してると思うんで、すごいわかりやすいかなと思ってて。なんかね、そういうのこれ見て、ああ、やっぱり時代によってなんか人間のカラーってあるのかなってふと思ったりもするんですけどね。で、ここですよね、ここ。ここで本当に、この学徒出陣、勤労動員っていうところで、もうこれが久保さんが初っ端に言いたかったところ、そう選べる時代じゃなかったんだよっていうところで、さらにこの選べる時代じゃないっていうところをちょっとまたこう見ていったんですけど、まあ、この氷河期時代、ここがいわゆるロスジェネ世代ですよね。ロスジェネ世代、80年から87年。で、ぐっとこう戻っていって、もう1910年、80年前というか70年前というか、もうぐっと遡っていって、もう大正世代っていうんですかね、大正世代のところですよね。まあ、学徒出陣っていうね、学徒出陣っていう。で、まあ、ここで、まあ、戦争が悪いことなのか、ちょっと考えてみましょうねっていうことを久保さんが言ってたんでね、まあ、戦争についてちょっと、まあ、自分が記憶をちょっと思い出すと、本当にその夏休みですか。夏休みに、あの学校、登校日ってあると思うんですよ。その時にいつも見てた、そう言ってた時にいつも見てた映画かな、映画かわかんないですけど、いつもこれを
見せられてたんですよね、蛍の墓をね。いつもこう、小学校1年生とか2年生とか戦争があったんだよ、みたいなのをいつも見せられてたなと思ってて、その中でこの、特攻隊の話とかもあって、まあ昔はこうやって、こんなことがあったんだよ、みたいなことを話が、すごくあって、まあ、ちょっと、怖かったっていうかね、幼いながらなんか、空襲のシーンとかあったら怖かったシーンがあったをよく思い出してるんですけど、はい、さっきちょっと切れてしまったんであれなんですけど、この特攻隊ですね。で、やっぱりその戦争が起こってる状態、生まれながらに、まあ、成長がも、戦争がもしその起こってたら、そのなんだ、やっぱ戦争って何なの？みたいな感じになるんじゃないかなとは思ってて、やっぱ人がその亡くなるっていうか、今まで生きてた人は急にふっと亡くなることが現実に起きるわけじゃないですか。で、そういうのってまあ経験してないんで何とも分かんないんですけど、まあ、だからこそなんだ、人に対するなんか気持ちとか性に対する、なんていうんですかね、やっぱ感情がすごく溢れ出ることってすごくあるんじゃないかなと思ってて、特に不条理なことが起こってしまうことがあるわけじゃないですか。まあ、これは漫画なんでね、これは「進撃の巨人」なんで、漫画の中の世界かもしれないんですけど、これが本当になったらと思うと、ちょっとやっぱり、なんかすごく気持ち的には変わるというか、あとここですよね。もうこれはその戦争をなくすためにこう戦ってきたというようなシーンに置き換えたいんですけど、まあ、これは巨人を進撃の巨人から取ってきたんですけど、まあ、巨人に戦うためにこう戦う軍団がここにいるんですけど、まあ、この巨人を倒した後、平和を夢見てこうやってきた、かなり大きな犠牲を出しながらやってきたところがあるんですけど、本当にその巨人を倒したことによってね、おめでたい理想が食うのかみたいな話のくだりなんですけど、だから戦争がその悪いかいいかって、ちょっと自分はいまいちこの答えは出ないんですけど、ただ、その自分がいつ死ぬかやっぱ分かんないっていう状態に、こう、そういう環境になるとは思うんですね。だから、まあ、ともかくその生き延びようというか、自分が何か生きた証を残そうとする気持ちっていうのが絶対にあるんじゃないかなと思ってて、自分もね、今戦争の世代に生きたわけじゃないんで、その気持ちっていうのはわからないではないんですけど、やっぱりこの、まあ、ロスジェネというか、ロスジェネの後の、まあ、プレッシャー世代というかですね、なんともこう、表現できない世代にこう、谷間の世代みたいな感じで生きてきた中では、やっぱりなんか自分の生きた証っていうのをなんか残したいっていうのはありましたね。なんかよくわかんない時代で生きたところがあって、ちょっとこれはあれなんですけど、自分の、まあ、別サーバーで持ってるやつなんですけど、まあ、このネットの世界に入ってから、まあ、2020年の途中から、このインターネットの世界、インターネットでお金を稼ぐですね。インターネットでお金を稼ぐっていう世界に入ってから、もうこっちの更新を完全にまとめちゃったんですけど、もともと自分のホームページっては言わんですけど、自分のこう、日記の、もう日記を持ってて、で、それずっと更新して、まあ、てかそれしか更新してなかったんで、ずっと。それを、もうこれ1999年、1999年って言って、まあ、実際ちゃんと更新始めたのは、まあ、2004年からなんですけど、この人は結構、まあ、ポツポツポツだったんですけど、こっちから上はもう全部毎日更新ずっとしてて、これデイリーでずっとやってたんですけど、なんかこう自分の、まあ、単純にこれが別にすごいだろうとかそういうことじゃなくて、こう自分の生きた証を単純にこう残したいというところがあったんですよね、本当に単純に。ただ、
ただ単純にそういうところがあって、まあ結局その積み重ねた結果、まあ、16年9ヶ月と書いてたことになったんですけど、でもただこの世界な、ネット、インターネットの世界に入ってからはもうちょっとやめちゃったんでね、もう続けてないんですけど、まあその、なんだろう、この一日に一日に対してやっぱ何らかの意味を見出していく。やっぱそこをすごく意識してたですね。まあ自分はその戦争に生きてるわけじゃないんですけど、ただいつ自分の身がどうなのかっていうところはすごく意識はしてたので、まあその、まあ、このまま終わってたまるかじゃないですけど、なんかね、やっぱり、そういうのはありましたね。だから、いいか悪いかっていうと、その、戦争がいいか悪いかっていうのはあれなんですけど、ただその自分に対して、なんかこう、すごく感じるものがあるんじゃないかなと思って、その環境に生きたものは、いつ自分の命が消えるかわかんないんで、どうしてもその、ここはいいか、これはよくて、一日一日に対して、だから自分は意味付けをただしたかっただけなんですよね。ただ今日はこういう一日があったっていうところに対して、何か意味を持たせるためにこう書いてたっていうところがあったので、平凡な一日なんだけど、それにこう意味をつけるために、まあこのまま終わってたまるかみたいな、平凡な一日だけど、まあそのままみたいな、なんかこう多分心の底ではこういうふうなね、強い思いがきっとあったと思うんですけど、それをね、毎日毎日なんか書いてたと思うんですけど、まあ文章にはね、そんなこうどぎついことは全然書いてないし、ほとんどこれは誰にも公開してない、まあ一時期は公開してたんですけども、公開する意味ないなと思って、一時期からずっともう公開せずにひたすら更新してたんですけど、やっぱりそこってその生への執着だったり、まあ、強いエネルギーだったり、まあ、気持ちがこうやっぱりいつ終わるかわからないって、いつ果てるかわからない、いつどうなるかわからないっていうその気持ちにやっぱりどうしてもこうならざるを得ないとか、まあ、そこがやっぱりそのエネルギーになってくるんじゃないかなとは思ってて、で最後のこれ最後のスライドなんですけど、最後のスライドっていうか、まあ、これがね、そのやっぱり一番分かりやすい絵かなと思ってて、だからやっぱこのロスジェネ世代、まあ、自分が、まあ、もし社会人まだやってたらここの世代に入るんですけど、まあ、きっとここより上、この線より上の世代っていうのは何かしらこう危機意識っていうのはすごく感じてた世代だと思う。ロストロジェネレーションということで本当に失われた世代、まあ、戦争とはちょっと話題がずれてますけど、なんかこう物足りなさ、なんかこう欠けてるものを探すっていうところ、まあ、ちょっとここの部長世代はちょっと分かんないんですけど、そう分かんないですけど、ただあくまでこのロスジェネ世代っていうところで言うと、やっぱりこう自分への執着っていうところがあるんじゃないかなとはふと思って、その下の世代はちょっともう自分もね結局分かんないんであれなんですけど、ただそういうのはすごく感じたなと思ってて。戦争っていうのをその自分に対してどう、まあ生に対してですよね、生きるということに対してどういうふうなエネルギーを与えてくれるのかっていうところで、やっぱ刹那に生きるというか、やっぱそういうこの気持ち、やっぱここですね、このまま終わったまるかとか、どうせそのもしね死んでしまう、もう戦争でいつ死ぬか分かんないなら、なんかこう一日一日に対してしっかり生きるとか、何らかの意味を見出していくっていうことをこうやることによって、なんかこう自分が自分である何かを何者かっていうのを定義したくなってくるんじゃないかなとは思ったんですね。本当戦争は確かに悪い、人が死んで悪いっていうところもあるかもしれないですけど、ただその個人レベルで言うと、生きるっていうことに対してすごくこのし、なん、うん、すごく真面目に取り組むんじゃないかな、真面目っていうか、すごくね、なんか意識するんじゃないかなとは思ったんですよね。はい、ということで、このね、人生のカードの話をしようと思ったんですけども、かなりちょっと前半というかこれで使っちゃったんで、全然話せてないんで、またこれ別撮りすると思います。まあ、もしかしたらこの話は一番ケツに持ってくるかもしれないですね。実際そのロスジェネ世代の話から、ロスジェネっていうところから始まって、戦争っていう話題になったので、もしかしたらこれがナンバーワンで動画は、今一番最初の動画撮ってるんですけど、一番ケツに動画にも構成として持ってくるような気がしないでもないですけどね。
はい、ということで、とりあえずはこの 人生ど真ん中ぶち抜くのみの話は全くできないけれども、できなかったけれども、第50話というところで撮らせていただきました。気になる男ですね。まあ、最終的にはこの戦争って、戦争に対しての、まあ、個人にどう影響を与えるかというか、個人がどういうふうな気持ちになるのかというところに対して、お話ししたような気がしますね。なんか悪い、いいっていう二元論ではなくて、なんかそれによっての個人がどう生きるかっていうところになんかフォーカスを置いて話したような気がいたしますね。はい、ということで、ここまでは覆面 YouTuber 高でした。ありがとうございました。